この裁判は集団的自衛権の行使などを認めた安保関連法について平和に生きる権利を侵害し憲法に違反しているとして長崎の被爆者らが国に損害賠償を求めているものです。一審の長崎地裁はおととし原告の主張する権利は抽象的として訴えを棄却し原告側が控訴していました。今日開かれた控訴審の判決言い渡しで福岡高裁の森富義明裁判長は平和的生存権の内容や法的効果は不明確であるとしたほか現に生命や身体の安全生活の平穏が侵害されたとは認められないなどとして原告の訴えを棄却。安保関連法が憲法違反かどうかの判断も示しませんでした。これに対し原告側は判決を不服として最高裁に上告する方針です。